はいはい、ですです、ワンツーワンツー。はい、皆さんおはようございます。ヨッシーライダーです。今日もコナンエグザイル、安部師匠はいませんので、その6話まだちょっとお待ちいただきたいということで、そのバージョン 5.985 です。はいはい、じゃあ今日も一人でちょっと冒険、軽く冒険しようと思います。まずはね、拠点の一番近くでアロエが2株取れるところで、アロエをねちょっと取ってきます。今日の相棒は誰か、はい、この人、黒いゼロキャプテン、ちょっとねバージョン上げしようかなと、レベル上げか、レベル上げ、まあね、弱っちいんで、はい、よし、レベルアップ、じゃじゃん、はい、じゃあ今度はねクライフェルト一緒に行きます。はい、これはね安部師匠からいただいた強い相棒です。ね、まあ思いがけずロベカルとお別れしたんで、今連れて歩いているのはこのクライフェルト。はい、もうね相棒連れて一暴れした後です。おっ、セブルグランメカネム、いいね。Like the cobra exile, my bite is death. You. あ、落っこっちゃった。おーい、落っこっちゃいました。拾いに行かなきゃ。Hold the black hand. はいはいはい。ほら、ほら。ほら、転がる転がる、はい、止まれ止まれ、さあ拾いに行くよ。このね奴隷商人のね旅路のね、奴隷に攻撃を指示する、いろいろ指示してるんだけどね、なかなかクリアになんないんですよ。なんでだろう、はい、はい、落ちてました。これ気絶してる状態で水没してるんだけど大丈夫なのか。あんまりそこは関係ないみたい。普通ね、木
気失ってる状態で水の中に沈んでたらね、死んじゃうと思うんですけど。はいはい、おいでー。はい、これは自分で作った苦難の輪。邪魔、邪魔です。出れません。はいはい、こう誘導して、はい、なくなったね。はいはい、これで出れます。で、焚き火、材料入ってるからね。そう、材料入ってるよ。はい、ポチッ。おかゆをね、作っとかないと。でもね、確かね、おかゆか、はい、これ1階にもあります。ここはね、入り口いっぱいあるからね、邪魔されても出れます。はい、冷蔵庫はね、安部師匠が設置してくれたんで。はい、ハスの花の黄色い液もちゃんと入ってます。お粥を入れて、こっち、はい、置き始めます。さあさあ、なんとなくね、三角使ってみたかったんで、こんな建物にしました。さあ、クライフェルト、君もちょっとレベル上げるよ。こん棒は、さあ、早送りで行ってみよう。はい、あ、強いの出てきた、強いの。はーい、牛レベルアップ。あ、自分か。いや、これ、それじゃない、それじゃない、それそれ。はいはい、はいはい、はーい。ってなわけでね、クライフェルトのレベル上げもぼちぼち。さてさて、なかなかクリアしないんだよ。困ったね。何をすればクリアなのかね。誰か知ってる人いたら教えてください。あの、安部師匠に聞いたんだけどね、安部師匠はもうこんなん遠くの昔にクリアしてるんで、まあ、なかなか覚えてない。さあ、コンボを持って、いいかい。お、お、何がいた？何がいたかな？よいしょ。あれ？
コンボ持って、これね、女性のネームドの戦士がいたような気がするんだよね。ここたまに出るような、お、あ、弓合い、弓合いですよ。しよしよし、あれ、あれ、え、ちょっと多いぞ。おっと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 、あれちょっとやばいぞこれ、やばい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 、やられました。はい、回収回収、いたいた、回収、ちょっと一回逃げて、おお、やばい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 、ちょっと危ない危ない危ない、はーい、回収回、あれ相棒どこ行った、相棒、え、まさかの、まさかの、うわ、まさかの、さすがの相棒もコンボでは勝てなかったか。安兵衛さんすいません、またやっちゃいました。はい、ロベカルに続き、おっと変なとこにいるぞ、まだ一人だ、そう、仇は取るから、うーじゃない、あー、またやっちまったよ、ロベカルに引き続きクライフェルトもやられた。確かこれレベル低いよね、で帰ってもしょうがないし、あーショック、うわお、何回見ても一緒だ、すいません、またやっちゃいました。あー帰ろう、とりあえず持ち物だけ拾い集めて、参ったなぁ、はいけないっていうことだね。もうちょっと自分のレベルが上がってからじゃないと。大工1。
しょうがない。次次、ヤスベさんが入れてってくれた。はい、強い奴隷、ほい、出てきました。破壊のクラエードフ、クラエードフ、なんかロシアの文豪みたいな名前だね。ちょっと呼びにくいから名前変えちゃおうかな。とりあえず、伝説の、あの、で、だっけ、強い、安部さんが着させてくれてた強い防具は、俺のレベルだと反応しないんで、とりあえず今、自分で作れる最強防具を着させておこうかな。はい、これは鎧職人のとこで作って、はい、そこそこ強いです。はい、出来上がり。名前は、ロベカルも死んじゃったし、クライファートも死んじゃったし、どうもね、サッカー選手シリーズはなんかもう演技良くないんで、ちょっと今回は違う名前にしようかな。クラエードフ、うん、だから略してクラノスケ。いくよクラノスケ。はい、じゃあクラノスケ、クラノスケくん、冷蔵庫便利です。物腐んないしね。あんまりね、大量に持たせても腐っちゃうんで。
さてと、ちょっと建物でも作ってみようかね。じゃあ、早送りで行ってみます。高すぎて降りられなくなっちゃって、なんとか降りられる。はい、なんとか、まだ全然ね、完成じゃないんだけど、とりあえずこんな感じで。本当はね、外回りに階段つけたいんだけどね、壁に移動しても階段がくっついてくれないんで。はい、そんなわけで高い塔も作ったし、はい、蔵之介君も一暴れして
ちょっとレベル上がりましたね。さあ、じゃあそんなわけでちょっとキャプテンと一緒に戻りましょう。そんなわけでお送りしてきましたコナンクザイル。はい、なかなかね、安部師匠が今、マインクラフトハマっちゃってまして、なかなか相手してもらえません。考えてみればね、サンノブフォレスト、これもね、あの安部さんがやってて参加者募集ってことで始めたら、ゲーム PC がね手に入る前にねエンディング迎えちゃったんですよね。それはないよって感じだったんですけど、それで、スモールランド、じゃあスモールランドで遊びましょうってことで、結構ねスモールランドも進めたんですけど、あの進行進めたって、あのいいとこまでね行ったんですけど、当の安部さんがね、あのスモールランドも飽きちゃった。はい、で今ねコナンを一緒にやってます。はい、なんですけど、最近ねまたねマインクラフトの始めてね、ちょっとそっちが忙しくなっちゃった。なんでね、なかなかね、時間も合わなくてすれ違いが多いんで、まあ、ちょいちょいね別々で、プレイはして、なんかね強い防具を作っておいてくれたり、強い奴隷を捕まえておいてくれたり、ちょいちょい助けてはもらってるんですけどね、なかなか一緒にプレイして一緒に同時配信がねできないんですよ。なので同時配信もねその1その2その3その4その5まで来てね、その6がなかなかねできなくて、はい、5の5のスモールバージョンでねお茶を濁しています。 5.8、5.9 と来てもまだなかなか6が来ないもんですから、 5.98 とかね、とうとう 5.985 まで使っちゃって、そろそろその6と行きたいんですけどね。はい、安部師匠どうでしょうか、その6はいつになるかな、来週あたりどっか、火曜日とか水曜日あたりね、同時配信その6ができるといいなと思います。ヨッシーライダーでした。バイバーイ。